街にこんな色が欲しい。街のこんな色を大切にしたい。街の色から新しい環境を考えた街づくりが今世田谷のあちこちで始まっています。ややもすると迷惑施設の象徴とイメージされがちだった赤と白の帯模様を変えて、千数十点の公募作品の中から決まった世田谷清掃工場の煙突のデザインは、周りの景観と色彩を考える先駆けとなりました。煙突は住宅や木々と調和して新しいハーモニーを生み出しています。19世紀に作られた街づくりを今に伝えるウィーン。街の色はこの街を首都にしたハプスブルク家の色、黄色を基調にしています。法律によって建物の外壁の色や形を変えることは許されない。街づくりへのこだわりが歴史という時間によって磨かれて、調和のとれた街の色を作り出したのです。さまざまな場所や建物で色使いのセンスが光るパリの街。こうした個性的で魅力的なヨーロッパの街の色を長い間研究してきた田村さんは、日本の街の色にこんな提言をしています。西洋の方たちはいろいろその昔ながらの伝統の色と、そして現在あるその新しい素材の色とどう使うかということを大変上手に工夫されています。ですから私たちもその考え方を学ぶ、で街並みそのものの色使いを向こうのものを学ぶのではなくて、やはり私たち日本人独特の感性とか伝統とかを考えた街並みをこれから作っていく必要があると思います。小山台商栄会商店街では、より楽しい触れ合いの場所にしたいという願いを込めて、昭和57年からショッピングプロムナードの整備を始めました。足掛け7年の歳月をかけて、昭和63年ハッピーロード小山台としてカラフルな商店街に生まれ変わりました。普通の商店街ですと、まあ、普段はアスファルト道路とかっていう形でですねやってるんで、まあどうせ変えるなら完全にイメージを、まあ、チェンジした方がいいだろうということでですね、まあ、外国なんかでよく見られております石畳、まあ、これがまあシックだということで、まあ、そういった形でイメージチェンジをしないと変わったというイメージがないということでですね、それとまあ緑をたくさん残すというような形で始めたわけです。欅のシンボルトリーをはじめ、イチョウ、山桃など数種類の木々の色の変化に四季を感じながらショッピングを楽しめます。中国の御影石を使ったグレーの石畳は落ち着いた雰囲気で、多摩川河岸の古墳から出土した鏡をモチーフにしたデザインとともに斬新なイメージを演出しています。夜を迎えるとアーチや街路灯はいろいろな星をモチーフにしたオレンジ色の光に輝きます。木々を飾るイルミネーション、光と色に包まれてハッピーロード小山台は別の表情を見せるのです。憩いと触れ合いとショッピングの新しい色彩空間がここにあります。その町に住む人々の意見を取り入れながら界隈整備をしたのは不本物の参道です。木が鬱蒼としていて入りづらいといった声から、入り口は明るい辻広場風の空間に生まれ変わりました。並木や植え込みはここの緑に親しんできた年配の方のイメージを壊さずに、昔からの景観を残しました。電柱は電力会社の協力を得て樹木のような色に統一しました。車も横切る参道の中の交差点は、
お年寄りなどの参拝者と運転者の両方の注意を引くよう見通しを良くし、参道の雰囲気に近い舗装にしました。隣接する建物の九品仏出張所は木目調にし、掲示板も木造にするなど、周りの樹木に馴染んだしっとりと落ち着いた風景となっています。総門の門前は広々としたスペースを確保、植木市などお祭り広場として利用できる空間となっています。住民の意思を生かして歴史の色に現代の色を調和させた九品仏参道の界隈づくりはこうして完成したのです。緑深い樹木の中を矢沢川が流れ、せせらぎの音と野鳥の声が聞こえる等々力渓谷は、23区でただ一つの渓谷として知られています。この素晴らしい景観をもっと味わってもらいたいという願いから、地元の方々の協力を得て、等々力駅前から渓谷の入り口に至る区域の整備計画が進められています。整備前からあった樹齢80年を誇る欅の木は、お店の協力によってそのまま残し、渓谷へのランドマークとしました。このお店も外観は周りの自然に溶け込むような色使いをし、内部の色はガラスを通して等々力渓谷の緑とマッチするよう設計されています。隣のお豆腐屋さんは店舗の改装を機にデザインを一新、外観を緑に統一しました。緑屋っていう名前がこの渓谷の緑から来てるもんですから、その緑屋の緑からメインカラーを緑にしていきたいと、そういうところからこの店作りを考えてきました。いろんな自然を楽しみながら、それで、なんとなく自然の景観の中にあるそのままを生かしたようなお客さんとの対応みたいのですか、接することができてきたらいいかなとも思いますですね。自然を生かし、渓谷の景観と一体になった環境づくりに、色彩への配慮が大切な要素となっていることがよくわかります。世田谷の住民参加によるより良い界隈づくりは、駒沢生活実習所付近の環境整備にも生かされています。ここでは住民一人一人の手作りの色が広場や道を飾っています。絵や文字の陶板がそれです。広場もフェンスを取り払って開放的にし、陶器の茶色が温かみとぬくもりのある雰囲気を作っています。色は時に人に優しい風景も作るのです。色はまた明るい環境も作ります。狭くて暗く危険と不評だった瀬田隧道は、地元の多摩美術大学の4人のグループがデザインしたモザイク壁画によって明るいアートトンネルとして蘇りました。魚、流れ、街をモチーフにした大胆な色彩は、トンネルを明るいイメージに変え、いつの間にか魚の泳ぐトンネルと呼ばれるようになりました。色が従来の隧道のイメージを大きく変えたのです。昨
機能本位で作られることの多かった橋も色彩によって大きく変わりました。仙川に架かる橋はこんな橋があったらいいなという子どもたちの描いた夢を住民と専門家が協力してカラフルに生まれ変わらせたのです。若き演劇人の養成機関として俳優の仲代達矢さんが開いた無名塾も改築の時に外回りの色彩を環境にできるだけマッチさせました。この共同赤堤通り団地の外装の色使いもその一つです。環境を生かし環境に配慮した住宅が個人公共を問わず今増えつつあります。先人から伝えられた素晴らしい自然環境と調和した色による新しい環境づくりが講師を問わず大切になっています。今日世田谷にまた一つ新しい橋が誕生しました。環状8号線をまたぎ日向公園に続く立体横断橋日向パークブリッジです。快適な色彩景観を考え住宅と一体となる整備などこれからの公共施設の在り方のモデルとなるよう作られました。一つの色が周りの環境に及ぼす影響は意外に大きなものがあります。色使いへのちょっとした配慮が素敵な景観づくりに役立つのです。自分だけではなく周囲を考えて、それが色使いの大事な一歩なのです。